建物の調査がされました新潟産業大学のウリティバイオです。よろしくお願いいたします。早速ですが、今日 の点、ね、満州国時期の物語に含んだということで、まあ、お話しいただきたいと思います。それからこの、まあ、場を借りて、地方の人材協力会の皆さんに、深く本音を申し上げます。では、皆さんのところにレジュメはあるかと思いますので、まあ、それにとって、まあ、少し話を、させていただきます。まず、このテーマはですね、満州国時期のモンゴル文学というテーマを選んだ一つの理由を説明しますと、私が、1999年に、当時までは、満州国という国自体も、そんなに、知ってなかったわけですね。日本に来ていろいろ方と、まあ、話してうちに、まあ、こういう国がありますよと、ここにも、モンゴル文化という、まあ、モンゴルの文化はそこにもいましたありましたよという話も聞いて、まあ、そこからですね、満州国に、当時満州国に、モンゴル族はどういう風な活動を知ってたのかというのを、まあ、調べたいなと思って、まあ、このテーマを選んだわけですね。まあ、レジュメの一番のところにある歴史背景というのがあるんですけども、これは、まあ、皆さんがご存知の通り、